第一次世界大戦中、オースチンビレッジに200棟ほど建てられた、シダー材のプレハブ式バンガローの一部、両大戦艦機のオースチンビレッジを描いた、1936年の OS2500 分の一地図、周囲がまだ農地であったことがわかる。オースチンビレッジは、第一次世界大戦中、イングランドのバーミンガム市郊外のロングブリッジとノースフィールドの間に、 プレハブ工法の住宅によって開発された住宅地。1905年、ロングブリッジにオースチン自動車を創業したハーバート・オースチンは、第一次世界大戦中に戦車や航空機の製造に工場を転用した際に、従前よりも多くの従業員を抱えることとなった。1917年、オースチンは7,750ポンドで購入したターブスグリーンの土地に、 従業員のための住宅地を建設した。オースチンは、アメリカ合衆国ミシュガン州、ベイシティのアラディンカンパニーから、レッドシダー材のプレハブ式バンガローを200頭、輸入した。部材は、大西洋を越えて運ばれ、幸い、有ボートの攻撃にも合わずに無事届けられた。これによって建てられた住宅に加え、レンガ済みの在来工法で建設された25棟が、火災の際に、 防火帯となることを考慮して分散して配置された。括弧にはコークスを炊くセントラルヒーティング、ガス調理器、ガス給湯器、シンクと水切り、風呂付きのバスルームが備えられていた。バンガローの外側の大きさは、幅20フィート6インチ、奥行き35フィート3インチで、前面にはポーチ、背面にはポイラー室がついていた。3室ある寝室は、 それぞれ9フィート7インチ四方の広さがあった。レンガ積みの家にもガスが2カ所に用意されていた。ローアンウェイとラバナムウェイの半ばに設けられた円形の緑地には八角形の子供の遊び場の家があったが、現在はなくなっている。開発前にあったホークスリー農場の建物は地区の集会場に改装された。セントラルアベニュー ホークスリークレセント、ホークスリードライブ、コニーグリーンドライブ、サイプレスウェイ、シーダーウェイ、ラバナムウェイ、ローアンウェイ、メイプルウェイといった道路沿いには成長した樹木が移植された。オースチンビレッジはわずか11ヶ月で完成し、オースチンの従業員たちにバンガローには7人用、レンガ積みの家には12人用の宿舎として貸し出された。木造のバープテスト協会が セントラルドライブの北のはずれに、イングランド国境界に属した、高原再協会が、ジンオークウォークの角に建てられたが、いずれも現存していない。戦時体制が解かれ、従業員の数が減ると、宿舎としての用がなくなったバンガローは、売り家となった。現在この住宅地は、周辺の地域と同じように、通常の郊外住宅地となっている。1997年には、 グラニングアクト1990に基づいて、オースチンビレッジ保全地域として指定された。ありがとうございます。